こんばんは、バックマックムネオチャンネルでございます。今日ですね、ある流通の会社の方とお会いいたしまして、いろいろお話を聞いてきたりしたんですけれども、いやー、本当にあれですね、この業界ももう変わってしまったなという感じですね。なかなかそのね、なんていうのこう、今までのような考え方だけでは、とってもとってもビジネスにね、こう挑戦することはできないなっていう感じはしましたね。そのアーティストをね、育ててね、いい楽曲を作って世に出すっていう、これはね、本当は一番難しい原点なんですけれども、ここはね、なんか長屋でやってきてるから、いろいろとね、若い方とのね、ギャップとかそういうのはね、自分ではあんまりないんじゃないかなと思ったりしてんだけど、そこはね、やっぱり年齢的なこともあるから、客観的に見たらそこはそこである程度の乖離はあるのかなと思ったりしてるんですけれども、でもね、音楽自体はね、若い人からある程度っていうのかね、年をね、重ねた方まで、どの方もね、やっぱり自分たちの音楽っていうのはあるわけですから、だからそこはね、そんなに私の場合は問題ではないんじゃないかなと思ったりしたんですけど、この作った音楽をね、どういう一つの枠組みでビジネスするかっていう、これがね、すっかりもう様変わりしちゃいましたのでね。だから当然様変わりしてるなっていうのは分かってはいたんだけど、分かってはいたんだけど、まだ分かんない部分がたくさんありますよね。以前は基本的にはレコード産業はね、レコード会社のレコードの、当時は CD じゃないからレコードですかね、そういう売り上げがね、やっぱり、何千億って非常に多かったわけで、多い時はどのくらいあったのかな。5000億とか6000億とかあったんですかね。それがね、多分どん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 こうね、時代が変わってきて、多分2014年くらいにね、この CD の売り上げと、それからコンサート会場の入場者の売り上げですかね、これがね、多分2014年くらいに逆転してんだよね。CD の方はね、やっぱりどん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 減ってきて、多分2014年くらいはね、2500億くらいですよ。それでね、コンサートの方が多分700億くらいになってますのでね。だから、やっぱりね、今なんかそれはもう顕著ですね。その今日ね、その流通の方と話して、いや、その流通の会社もね、そんなに大きな会社ではないんですけれども、やっぱりもうね、この、CD を取り扱ってくださるそういうお店がね、どん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 少なくなってきちゃって、やっぱりその流通だけではなかなか大変なんですよっていう話でね、じゃあ流通その以外にどういうことをされてんですかねって言ったら、とにかくいろんなことやっていかないとね、なんか会社がなかなか大変ですから、いろんなことやってるんですよ。ね、例えばそういう若いね、女性のグループなんかのイベントをね、CD ショップ、CD ショップっていうのもね、それはある意味で大きいところなんでしょうけども、そういうところと連動して、それでイベントをやって、それでイベントをやってね、当然一義的に CD を売るのかなと思ってたら、いや、実はね、一番そこで売るのはね、特典なんですよ。
ほんで特典があってそこに CD がついてるっていうね。ほんでお客さんはね、なんかその極端に言ったらね、もう特典だけで CD はなくてもいいお客さんが結構いるんですよっていう。だからね、もう本当にまあね、このやっぱりそういうことだから、こうどんどん業界が変わっちゃったんですかね。まあそれを聞いてね、まあとにかくね、それはまあ例えば AKB のね、その CD の売れ方を見たら当然のことが分かるわけだけども、分かるんだけれども、長い間ねこの音楽業界にいるから分かるんだけれども、納得したくないなって部分があるわけだよね。まあでもそんなね、こう正論だけ言っててもビジネスにならないから、まあいろいろとね、今後は工夫しながらやっぱりこう時代に対応していかなくちゃならないなってことを今日はね、痛切に感じましたので、そんなお話いたしました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。